どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。ということで、ホットマン寝ました。冒頭からなんですが、お知らせ見ていきましょう。2017年8月24日木曜日、時刻は1時15分となりました。もう動画はね、24日の0時半過ぎ、40分、50分ぐらいに上がってるんですが、本当はですね、まあ動画内でも言ってたんですけど、23日の11時ぐらいに気づいて収録し始めて、その日中に上げたかったんですけど、もうガチャ来てからね、動画アップしちゃって、ラインナップというかね、監督性能とか見えてる状態で、見えてない時の情報の動画が上がっちゃうというね、なんとも残念な結果になっておりますが、その間ホットマンね、もちろんその前の動画でいて、でちょっと今から急いで編集するからって、待っててくれ、0時からすぐガチャ引くからって言ってね、ちょっと編集も遅れちゃったんですけど、で編集終わって、さあいよいよ今から収録するぞと再度ホットマンに電話したらですよ、スカイプでね、出ません、疲れてんだな、しゃあないな、携帯にねモーニングコールしてやろうと思って携帯にも電話しました。出ません、マルベリ一人で行きますということで、西洋装備登場。2017年8月24日0時、8月31日23時59分まで1日1回無料もついております。10連福引き、毎回星5、1枠確定ももちろんついていながら、西洋ハンマー、斧、扇、ブーメラン、槍爪、ナイフと剣、杖以外は来たっていう感じでね、西洋装備来ましたよっていうのと、今回は提供割合なんと、これ今後もこうなってくるんですかね、星ドラ来ました 10% でございます。まあ通常 7% のところが、まあイベントごとでね、11% とか 12.5% って来てたんですけど、今後は提供割合ちょっと星ドラ上がってくんでしょうかね。まあ新ガチャが来たっていうことの記念として 10% なのか、それとも今後 10% 上がっていくのか、YouTube の方にもね、詳細動画上がっております。公式の方ですね。で、この西洋装備自体はドラクエ10では実装されていたっていうことでしたね。あとはあれね、星ドラ利用者アンケート300ジェムプレゼントですから、このガチャ引きたいという人ね、このアンケート答えて300ジェムゲットしましょう。詳しくラインナップ見ていきましょう。西洋ハンマーとかね、あの貫突性能の部分ですね、一番は見えてなかったんですが、まあ私の予想では追加されないんじゃないかと、あの4つ目のサブスキルがね、ですがちゃんと追加されるみたいですね、ありがたしと。まあしかしやはり、B までと、補助呪文 B が追加が西欧ハンマーでございますね。まあ西欧ハンマー一番上に来てるってことはこれ目玉なんでしょうね。まあ西欧の鉄槌がね、アークブレードみたいなスキルですから、まあ目玉って言っても 目玉と言っていいというハンマーでしょうね。ハンマーやはり貫突性能を見ても非常にいいなっていう印象でございます。続いて斧、こちらもちゃんとサブスキル追加になりますが、補助 B までという感じですね。やはり西欧山かな、スキル側にちょっと私は注目、西欧の斧は高いかなというところと、西欧奥義はね、もうなんか奥義は非常に補助に特化した優秀な奥義があるんでね、まあこの奥義だけ特別っていうわけではないんですけど、これもやっぱり優秀っすね。西欧の前でやはり守備アップ&域耐性が結構魔王でも活躍できそうかなというところで、このサブスキル、メインスキルもね、抜き出しワンチャン、全然あるかなというので、奥義も期待が高まるところでございますが、で私個人的にはこの西欧ブーメランに西欧の奇跡、これをね荷差しさらにした貫突ブーメランっていうのがちょっと面白いんじゃないかなと思っております。西欧ブーメランね、これも補助呪文 B が追加されるんですね。これもありがたいですね、補助呪文 B が追加されるのが。今回は補助呪文 B が追加されるやつが武器としては貫突狙いたいかなっていう感じなんでしょうかね。まあちょっとわかりません。西洋の槍、貫突は、補助 B で、やはりこの一月がね、ちょっと面白いかなっていう感じで、槍も期待なんですけど、まあマルベリの最大の今回の狙いは爪でございますね。西洋の爪のこの西洋劣装、これを抜き出ししたいかなという形で、まあこれ1個は絶対欲しいかなと思っております。まあ貫突性能は補助 B が追加になるんですけど、比較対象はマーム爪と黄金竜爪ですね。攻撃スキルが1個足らないというかね、攻撃スキルの代わりに補助呪文 B が入るというのが西洋の爪で、あと西洋ナイフもマヒャド持ってないんで欲しいかなっていうところですね。これがラインナップみたいでございます。貫突性能も全て見れました。提供割合はもちろん 10%。確定が 0.5 ですね。あ、確定枠以外の方が 0.5 で、他 0.1、0.09、星4等が 0.5 っていう感じになりますね。確定枠の方が 0.5 で、他が 2.35。なるほどね。確定枠で出るというのはちょっと渋そうな感じですかね。確定枠以外で、星5が跳ねれば対象が期待できるかなと
思っております。ジェム3万ジェム用意しました。3万4000ジェムですね。これをまあできる限り、まあなんでしょうね、全部引くのかな頑張りたいと思いますが、狙いは爪が一番っていうところですけど、まあ、全部欲しいっちゃ欲しいですね。無料福引きからいきましょう。しかも今回5枚ねあるんだよ、無料福引き券がね。そっちも引いていきます。まず単発6発いきます。いきましょう、幸先よくいこうぜ。なんかモコモコモフモフしたやつ出てきましたね。森人の帽子ですよ。いいじゃないですか。まだ5枚あります。じゃんじゃん行きましょう。さあもう単発ね、この間ねちょっと奇跡を見せてくれましたからね、ちょっと単発こう多めに引いてからの10連行くのはね、私的に今までの中でもかなり縁起がいい方なんだって。いいんですよ。単発はねあくまでこうストックを貯めていくイメージでねマジスロ最近打ちすぎでね、ストックっていう意識が高まっておりますが、無料ガチャでこうじゃんじゃんストックしていきましょう。3回目、まああと単発で引いてるときね、やはり2回跳ねるか跳ねないかでね、おっていうね盛り上がりもありますって。いいですね、いいですよ、どんどんストックしてください。あとは星空もね、この間リスナーさんとちょっと星空の今後についていろいろ話したんですけど、今後についていろいろ話してたってほどでもないですけど、まあいつもね大体放送中にねこうなったらいいとかああなったらいいとかね言ってたんですけどね、ガチャの方でさもうちょっと演出でさ期待値みたいのがさ追加されたら嬉しいなてって思ってたんですよね。なんかこう確定演出じゃなくて、それこそタップした時2回跳ねた時になんかちょっと違うアクションが入ると、今現状目玉に来てるやつの当たる期待値が上がるみたいなね、確定じゃなくてもいいからみたいな。いやまあそもそも2回跳ねたら星5っていうのはねあるんで、さらにその期待値演出みたいな、また期待値とかって言ってたらなんかマジスロばっかやってるバカに見えてくるんだけどさバカは言い過ぎか。さあ、マゲンシュレピアから、これで次が無料ガチャの最後でございますね。星5は1個も出ておりません。いいんじゃないですか、これ。10連に期待が高まるばかり。無料福引きラストでございます。多分ね、6回じゃ出ないんじゃないかなって。これで10連への期待値がね、バッチリ高まりましたよ。こっからでございますよ。提供割合 10% の力を見せていただきたいと思いますよ。毎回1枠確定。10連、だから僕福引き。3000ジェブで、大さあ、行こう。大将引いていくよ。まずは10連。大正体うえーおい。提供割合 10% っすかほんとこれ。おい。どうしたストックはどこ行った、ストックは。単発ストックは。20連目。まあ、ここで、これはもう期待値高いよって。フラグ立てていくね。最近ね、マジスロの話ばっか出てくるんだけどさ。マジスロで一級フラグ建築士って言われてるからさ。30連目。ここでしょ。あれ？これまさかこの時間帯、流れ悪いやつ？ 30 連確定枠しか出てないよ、これ。提供割合 10% だよね。やっぱ 12% のあの体感をしていると、なんか 7% 以外だとあの 12% 並みにって感じるのかもしれないけど、まあ言うても 2% しか違わんからな。まあでも 5% 上がってるのと 3% 上がってるのじゃちょっとちげえのか。頼ますよマジで、ちょっと期待して今回はねいるんで。まあだからガチャに期待するのは良くないて。渋いね。どうしたんだい。もうあっという間ですよ、これ。50連。これ、半分というか折り返し地点来ちゃいましたよ、これ。いや、爆死の予感が、プンプンプン。よし！まずは一本対象、西欧槍。いいんじゃない？西欧の一月。リベホイムね。そう、リベホイムとりあえず取っときたかった。そう、リベホイム見てなかったね。CT36秒、これスキルマン性能見れないか。行動時 HP40 回復か。槍一本でね、次あたりも爪来てくれんじゃないのこれ。でい、これはまずい予感がしてきたな。いやー大丈夫かなこれ。これ一気にこういう時はね、ドドドドドドドってドド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 でい、よし来たよー。とりあえず狙いの背を詰め、間違いないね。しっかり引いていきますよ、ここら辺は。安定安定。まあもうこれで私は気が楽ですね。
いやどうしようかな、今ので多分70連だよね。70連で狙い来たら俺ここで逃げてもいいような気がするんだけどな。なんかこの渋さにちょっとチキってんだけど俺。対象5個出しとかさ、4個出しとか3個出しとかあるかもしれないから、それやったら終わりにしよう。でダメだったらちょっとまあ追加で引いていきますかぐらいでいきましょう。デイオーラシャス、ダメだよねここで。はい、やりました。狙いのもの出た、勝ち逃げの動画じゃねちょっと納得されない方も多いと思うので、デイ、ほら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 見たか爪、そして初マヒャド、セオナイフ、ほい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 、これ流れ来てるんじゃないの。100連動画作ろう、100連動画とりあえず。これが80連目ぐらいだよね。80連か90連目ぐらいだから、行こうぜ行こうぜ。もっと対象で、もう対象コンプしちゃおうよ。対象コンプってなんか体制崩壊みたいだな対象コンプ、はい、まあ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 、まあ、ってことはこれラストか。大、おお、なんかすごい4つ出た対象1個も出ねえけど対象1個も出ねえけど4つ出た。今ので100連かな。そうだね、これ今のがラストだったね。3万4000ジェムあって3万消化してるから、うんだね、これで100連でございましたラストっていうね、なんかためもなく終わっちゃいましたけど、まあまあ100連引ければね、とりあえず100連ガチャ動画は出来上がりでしょう。やったぜやったぜやったぜ、爪爪、まあまあ悪くないでしょ、ナイフ爪やり、うん悪くない悪くない、取り出そう。はい、せっかくなんだからさ、セオレッソニズミ見たいよね。取り出す、いいじゃない、ニズミできるんだよこれ。ということで来ました、セオレッソニズミ黄金竜爪、試し打ち、リベホイム使いながら、今回のあれいきますか。星の夏祭り伝説級で試し打ちしていきたいと思います。マルベリー装備、納金バトマス、会心ちょっとアップ系に西欧レッソ。まあ、西欧レッソがあれですね、会心判定は入んないはずだから、あんま意味ないですけど、あとジェイドさんが今回の西欧奇跡積んでくれてますんで、ちょっとそこも見ていきたいところですね。行きましょう。出発。さあ、セオレッソに、ニズミの火力を見に行きたいですね。よろしゅう。しかも CD 早いからね、しっかり15秒で 525% だからね。西欧十字剣、まあ、パーセンテージは違うにせよさ、結構 CD 重めだからね。行きましょうよ。まあ、新しいスキルをね、毎回使うときっていうのはね、ほんと、ワクワクドキドキするわけですよ。さあ、行きましょう。超早？イレブン切り？奇跡、かっこいい。ういえ、いい火力だね。セオレッソ。まあ、火力荷上げになってますけどね。1800ぐらい通りましたね。悪くないんじゃないですか、この火力。うん。悪くない、悪くない。ソーラン撃の方と火力比較してみようか。でも1500ぐらいで同じく出るのか。あ、これコンボ入っちゃうな。あー、2000出てるな。コンボ入って2000。まあ、意を抜群相手にって感じかな、レッソーは。あ、俺、リベ砲結局使ってなかったんだけど。1254。まあ、CT15 秒で、属性相手には効かないっていうところはあるんで、まあ、場所によってっすね。爪のやっぱ攻撃スキルのバリエーションが増えたって感じですね、イメージ的には。まあ、意を系抜群の爪の、まあ、特に新鉄とか守備ダウンを有効に使えそうな、アンヤと、魔王とか来た時に、まあ、今でも意を抜群の魔王は結構あるんで、さあリベホイム使ってみましたよ。40回復。これに今回は回復盾持ってきてなかったから、両方合わせて使ってみるとかもやってみたかったけど、ハンマーとか斧、特に斧かな。刀陣の構えとかと組み合わせて、斧のスキルセットと立ち回り、魔王とかでね、変わっていくかっていうところをちょっと見たいなって感じなんですけどね。私、炎竜神斧と持ってないんだよね。あ、持ってないっていうか、貫突じゃないんだよね。炎竜神貫突できたらな、西欧斧もな、狙いたかったんだけどな。ということで、まあ今回私がメインで狙っていた爪、西欧レッソ、試し打ち、ニズミね、やってみましたけど、まあ感想としてはさっき言ってた通りという感じになりました。ということで、本来であればここにホットマンがいるはずでしたが、今回は私のみで、西欧ガチャやってまいりました。10% ガチャということで、100連チャレンジやってみまして、試し打ちまでいけました。今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ガチャは自己責任と自己判断で、課金は計画的に。
本日2回目のさよならの挨拶でございました。またお会いしましょう。バイバイ。